体でしょう。でも、そのテレビの時代になって、どうなさっていましたの、五郎ちゃんは。あ、私のことですか。そうですよ。じゃあ映画には出なかったんですけど、映画やっぱり出て今結構ね流れてるじゃないですか、テレビでもいろんな、はいはい、あなたがお出になった主演映画が。その頃は言ってしまうと、俳優座デーの15期っていうのは、みんな期待してたんですよね。映画がやらんから。なるほどね。足も長いし、背もでかいし、体格がいいから。で、僕は今だから173センチ。その頃は177。縮んじゃったの？4センチ縮んだ。本当に縮むね。それで、いや、それで期待されて、はい、映画なんかにね、じゃあ無事3年間の終えて、勉強っていうかその修行時代を終えて、一発目は何に出たんですか、ボルちゃん。日活の、うん、おー、何だったかな、あれでっかいですよ。違うあれ、名前なんですか。喧嘩エレジ。そうこれはものすごく有名だったんです。で、2部3部って作るはずだったんだけども、監督が鈴木誠二さんってかなり有名な方だったんです、で、その方がですね、最後に赤い雪を降らしたんですよ。赤い雪、すごい発想。すごい発想。そうそうそう、白だもんね、雪って言ったら。それで、なんでかって言ったら、主役が高井秀樹さん。で、秀樹一人じゃダメだって言うんで、片岡五郎が出たんです。五郎ちゃん待ってましたですね。五郎ちゃん出てきました。ね、何役だったの、五郎ちゃん。昔のね、高校生役だったんですよ。昔の高校生ってやっぱこう何、そうです、そうです、こういう、なんて言うんだっけ、学ラン、それ喧嘩するのよね、二人で、ね、そう流し、ね、僕は番長だったんですよ。じゃあそのまんまな感じで。いやいや違うから。それで秀樹さんがもちろん主役だから、で、秀樹さんがこいつと仲良くなって、要するにね、行こうっていうんで二人で喧嘩するんですよ。で、負けて秀樹さんの後を追うわけです、じゃあよくこう喧嘩して、いい仲良くなるっていう感じのストーリー。そう、なんかその赤い雪っていうのになんか思想みたいなのがね、あったんでしょうね。あったねって言われて、いろいろあれになって、私が、喧嘩やりっていうのもそれもあれなんか見たんですけど、どこかの映画館でやってるっていうぐらいな名作だって、地方のね、映画館でも、今でも有名ですよ、喧嘩やりって。賞は取れなかったんだけど、鈴木清純さんっていうね、監督さんが、その後も話題作を随分ね、で、清純さんのがクビになったんですよ。どこ？日活を。何日活を？なんでなんでクビ？いやだからそれを取ったの。だから思想、赤い雪、やっぱその頃やっぱ日活は強かったんですよね。そんな監督だったらいらねえよっていう、ね。結構じゃあすぐこう、切れちゃうぐらいやっぱり勢いがあった日活。で、清純さんの組合って作ったんですよ。で、僕も入ったんですよ。何組合ですか？俳優組合なんですか？いやいや、要するに清純さんの組合、単純に。それからもう日活を取れなくて、その頃フリーだったから、やっぱなかなか映画撮れなくてね。